皆さんこんにちは、サルです。今回は100均キャンプ好きの方のためにキャンドゥで出た新商品を購入してきましたので、そちらをレビューしてみたいと思います。購入した商品はアルコールストーブ用ごとくキャンドゥで久々の110円です。商品名はアルコールストーブ用ごとく。アルコールストーブの使用時に鍋などを乗せられますということで、久々じゃないですかね。エコー金属さんの商品、材質がステンレスチール、幅が 10.7×、 奥行きが 9.7、 高さが 5.8cm となってまして、ジャンコードはこうですね。100円ショップのキャンプ用品ですが、最近はなぜか1000円から2000円ぐらいするものが増えてきて、クオリティ的にも以前の100円ショップのキャンプギアとはちょっと違うなっていうか、ホームセンターのキャンプ用品やスポーツショップのキャンプ用品コーナーなどに置いてあるような、そうした商品がなぜか100円ショップに並んでいることが増えたように思います。一流のキャンプ用品ブランドが作るような商品に比べると、まあ値段も安いですし、クオリティ的には十分キャンプで実用に耐えるものだと思いますし、まあ、そういう意味では初心者さんにとってはとってもいいなと思うんですが、反面100円ショップのキャンプ用品というカテゴリーからは少し外れているような気がして、最近は残念に感じておりました。大きな住み分けとして、高価格帯のキャンプ用品専門店、それから中価格帯としてはホームセンターのキャンプ用品やショッピングモールのキャンプ用品売り場、そして低価格帯でちょっと試してみたいなっていう方にはお財布にも優しい100円ショップのキャンプギア、こういう住み分けが以前は成り立ってたように思うんですが、最近はその中価格帯のものをなぜか100円ショップで流通させるという風な商戦に変わってきてるんじゃないかなという気がいたします。今回はアルコールストーブ用ごとくということで、以前キャンドゥで発売されたこのアルコールストーブですね、少しクリーム感っぽい形をしたやつですけど、こちらに合わせることを想定しているようなので、まずはそちらから確認してみようと思います。はい、ずいぶん使い込んじゃってますけど、これがキャンドゥで買ったアルコールストーブになります。中を開けてみますと、はい、こんな風にね、加工してしまってるので原型をとどめてませんが、穴の数はこういう形で、中がですね、引っ張ればこれ外れますね。もしかしたらまだこういうものもね、買ってないなっていう方に興味があったらねと思って紹介してますが、揮発したアルコールに火がついて小爆発を起こすということが以前あったんですね。もうずいぶん昔のことのようになっちゃいましたけど、まあ、それを防ぐためにこのように DIY でスチールウールを丸めて入れてるんですね。これを入れることによって気化したアルコールに一気に火がつくということがないので、少し歪んじゃいましたね。大丈夫ですね。はい、小爆発を防ぐという目的でやっております。ちなみにその後ダイソーさんからこれよりも少しコンパクトな同じ形のアルコールストーブ、こういうものが発売されたんですね。はい、こちらについても作りはほぼ一緒です。でこちら加工してませんのでね、穴が小さいままなんですけど、まあこれとこれはね、ほぼ同じ機能なので、ただサイズが違うだけということになります。まあどちらもね、似たようなものなので、今回のキャンドゥの新商品で使いやすいのではないかと思います。じゃあ早速試してみます。ではアルコールを、そうですね、 10cc ぐらい入れてみましょうか。まあ適当ではあるんですけど、大体ということでやってみます。アルコールストーブはですね、本来は屋外でやらないといけないものなので、その点はご注意ください。今回は撮影のため注意をして屋内でやっております。では着火してみようと思いますが、着火したら何か沸かしてみたいので、この上をね、測っておきます。大体ですけど8センチぐらいですね、 7.9 センチぐらいかな、のものはここに乗ります。シェラカップの一般的なもののサイズは、底が7センチちょっとなので、まあちょうどいい感じじゃないかなと思います。では着火します。
アルストの炎はですね、日中だと見えないので、少し暗い方が都合がいいんですけど、なるべく暗くしてみたんですけど、どうでしょうか。炎が少し見えてると思います。では、シェラカップですね。よいしょ。こういうね、通常の、300cc ぐらい入るやつですね。こちらでやっていこうと思います。言いました通り、この底の直径が 75mm ぐらいかな。なので、ちょうどね、乗る感じになります。これぐらいのサイズ感ですね。はい。じゃあ、せっかくなんで、少し湯を沸かしましょう。100cc ぐらい。まあ、大まかにですけど、やってみようかなと思います。アルコール 10cc と少なめなので、念のため、蓋をしときますね。燃え方はこんな感じですね。五徳の一部が赤くね、なってますね。アルコールストーブの炎でかなり赤められてる感じですが、強度的には問題なさそうです。2、3分しか経ってないですけど、もう早くもグツグツ言い始めました。ちょっと開けてみます。はい、沸騰してますね。突沸までもうすぐっていう感じですね。炎の高さとしてはですね、ちょうどいいぐらいですね。このアルコールストーブ自体の高さが 3.5 センチぐらいなんです。で、今回のごとくの高さが6センチぐらい。なので、まあ、この大きめのアルコールストーブ使うんだったら、7センチぐらいごとくがあってもね、本当はいいと思うんですけど、まあまあ、これでもね、全く問題ない感じで、効率よくアルストの炎をシェラカップの中の水に伝えることができているように思います。はい。ほぼ沸騰して火もちょうど消えたっていうね。まあ、そんな感じじゃないでしょうか。使用後はステンレスが焼けた独特の色合いになってますが、特にね、変形とかもないですし、そんなに太いね、ステンレスではないんですけど、十分に実用性はありそうで、使い捨てではなく繰り返し使えそうです。シェラカップ加熱をやってみて気づいたことですが、割としっかりしたごとくで、高さも6センチぐらいですね。あるものですから、まあ割と熱いものをね、一時的に置いておくっていうごとくにもなるんではないかなと思います。スキレットなんかもですね、加熱した後は本当に熱々になりますので、まあ、そういうものをね、ちょっとこんな風に置いておくにも結構ね、安心感のある強さなのでとってもいいんじゃないかなと思います。こちらはダイソーのね、スキレット一番小さい S サイズのものですけどね、相性がいいんじゃないかなと思います。今日キャンドゥに行った時についでに買い足したこのシェラカップのリッド&ディッシュ、まあ、こういうものもね、とっても相性はいいと思いますので、まあ、目玉焼きを作ったりするぐらいだったらね、こちらのディッシュで調理することも可能だと思いますので、まあ、缶詰を温めたりとか目玉焼きを作ったりとか、こういうことはね、全然こちらでもいけると思います。サイズ的にもね、安定感があっていい感じです。では今度は同じスタイルでややコンパクトなサイズのアルコールストーブで試してみます。もう熱くないかな、大丈夫ですね。こちらはダイソーで売ってます。キャンドゥではないんですけど、こういう形ですね。だいぶんですね、小さい感じになりますので、このぐらいの大きさですね。はい。ただね、これでも十分いけるんじゃないかなと思うんですけど、こちらはね、高さが 2.5 センチかありませんので、まあ、6センチあるとね、少しアルストからクッカーまでが離れてる感じがあるかもしれません。まあ、本来炎はですね、一番上のあたりが高い温度なので、ギリギリ当たるぐらいでね、ちょうどいいとは思うんですけど、まあ、横風が吹いたりするとね、アウトドアの場合だと炎が煽られて熱が上に伝わらないということはあるので、その時は、まあ、底上げをしてやるか、足をちょっとこう曲げて広げてやるか、まあどちらかがいいんじゃないかなと思いますね。まあこのあたりはですね、参考までですけど、
底上げをするんだったらこういう同じキャンドゥで売ってるポケットストーブ用ごとくとか、こちらはシェラカップ用の網ですね。まあどちらか持っていればこういうものが代用できるんじゃないかなと思いますので、一応ね缶としてはどんなものかお見せしておきます。あ、入りますね。あ、いいですね。これポケットストーブ用ごとくで底上げしたんですけど、思いのほかいいですね。なんか底がねちょっとこう熱くならないかなって心配になる方なんかも、こういう風にしておけばね、まあテーブルの天板なんかがねダメージが心配になる方はその対策にもなると思います。いいですね。あとシェラカップ用の網ですね。こちらの方が小さいんですけど、これ袋に入れてるんですけどね、すでに何度も使ってるので色が変わってます。これはね高さが少しこっちの方が高いんですね。なのでよりごとくの上まで近いので、あ、こちらの方がいいかもしれませんね。まあ人それぞれだと思いますが、どちらでもこういう底上げをすることによって天板の保護とか横風対策ということはいけるんじゃないかなと思いますし、あと横風といえば一番良いのはこういう風防で囲ってやるということですよね。はい、こちらも同じくねキャンドゥで売っているものですけど、まあいろいろとねキャンプ用品100均アイテムであっても、活躍できるものが多いと思いますので、こういうものを使えばねこの中でメスティン調理をした時に、熱が、全てメスティンに伝わって少ない燃料で米が炊けるということになりますので、まあ、エコなんですね。こういう活用はありじゃないかなと思います。メスティン調理をする時には、まあ、ダイソーのメスティンだったらこれぐらいの大きさですね。はい、まあ予想通りね、ぴったりな感じでいいんではないかなと思いますので、最近私が外飯をするときによくやる方法を一つご紹介しましょう。こういう赤飯用の小豆というのが水にですね、これはどこの商品かな、イムラヤですね、で売ってます。まあちょっとねこれ一人用じゃないので3合炊きということでね量は多いんですけど、それとあとダイソーで売ってるこの栗の甘露煮、これはね本当に便利です。まあ甘露で甘いので一回水で軽く洗ってですね使うんですけど、この2つを使って栗ご飯を作るとですねとっても美味しくできますのでおすすめです。様子をちょっとご紹介します。脇道にそれてしまいますが、栗ご飯を作るときには丸美屋のごま塩スティックっていうのがあります。こういうのもね買っておくと便利です。こう個包装されててね15本入って100円ちょっとだったと思うんですけどね、これがあるとねまた美味しいですので、ぜひね試してみてください。ではこの小さい方のアルコールストーブにも 10cc のアルコールを入れて早速、試してみようと思います。そうですね、炎の高さ的にはねこれでも全然いいかなと思いますけど、やはり横風が吹くとかね、まあ、大きなクッカー乗せるんだったら少し底上げした方がぴったりなのかなっていう感じはします。はい、本燃焼になってきました。先ほどシェラカップでやったのでちょっと同じものをやっても芸がないので、今回はケトル、かなり小さめのねこれアストロプロダクツのケトルなんですけど、こちらでやってみようと思います。ケトルの場合はこのぐらいのサイズ感ですので、まあ、シェラカップよりもね底面が随分広いですから、そういう意味ではね、熱をすべて受け止めて蓋もあるので、温度は上げやすいと思います。はい、やはり火をつけて数分でもう沸騰の音がしてきましたね。炎は、まあ、結構細く高く上がってますのでね、 10cc あればこちらの方が長く持つかもしれませんね。沸騰して1分が経ちましたけどまだ燃えてますね。こちらの方が長いのかな。
なんかそのあたりはよくわかりませんけど、あ、少しずつ炎がちっちゃくなってきました。あ、はい、消えましたね。ちょうど消えました。ということで、こちらについてもね、特に問題なく使用できることがわかりました。あと、おそらく視聴者の方の中でご質問があるのは、こういうアルコールストーブで使えるのかっていうことですね。まあ大抵、よいしょ、使えますね。これも全く問題ないというか、本当にぴったりですね。真上から見てもちょうど収まってる感じのサイズです。横から見てもこのぐらいのサイズ感なので、まあ少し五徳が近いかなっていう気はしますけど、使えなくはないかなという印象です。なんか火がつきにくい。ついた。OK ですね。うん、やっぱ気持ちいい五徳が少し低いかなっていうのはありますね。アルストで使う場合だと、この五徳よりはもう少し高さがあった方がいいような気はします。では、本燃焼になってきましたので、そうですね、目玉焼きでも作ってみましょうか。ダイソーのスキレットを置いてやってみます。この料理はですね、お友達がよくやってるタコさんウインナーですね。ちょっとこれをやってみようと思います。まだ2分しか経ってないんですけどね、ジュージュー言い始めました。もう熱し始められてるかな。あー、いい感じですね。一瞬でしたね。もう少しウインナーは焼きたいなっていう気はするので、ちょっと回しながら、回らない、あ、回った。はい、やります。卵はいい感じですね。はい、これ完全にね、油を普段樹脂化させてるので、全然くっつかないようにね、なってます。先日っていうか一昨日かな、視聴者さんからご質問があって、結局こういったスキレットなんかでもそうですけど、鉄板のシーズニングのオイル、油って何がいいんですかっていう質問があって、私もね、答えはわからないんですよ。ただ、まあ、なんて言うんですかね、シーズニングですから、油を塗って、加熱した時に、なるべく早く、こう、固まって、油が樹脂化してくれる方がいいんですよね。オリーブオイルなんかだと、いつまで経ってもベトベトしたまんまで全然乾かないんですけど、これがですね、まあ、アマニ油なんかは、もうすごく早いスピードで乾燥して、なんか、表面がですね、硬く、まあ、半透明というか、飴色みたいな膜になるんですよね。それが鉄板を覆ってくれるわけなので、まあ、そういう意味ではアマニ油なんかはいいと思うんです。ただ、アマニ油はですね、高価だし、まあ、少量で売ってくれればいいんですけど、買ってもですね、シーズニングのためだけだと余っちゃうので、あんまりですね、私最近はっていうか、もうほぼ使ってないですね。で、アマニ油まではいかないにしても、まあ乾きやすい、要は乾性油っていうらしいんですけど、要素価が高いもの、100以上ある油だったらですね、結構シーズニングはやりやすいので、しかも安いっていうことで、だいたい菜種油か紅花油っていうのを使ってます。スーパーとかでサラダ油として売ってるやつなんかでもいろいろあるんですけどね。実際には、成分表を見てみますと 100% 菜種油ってなってるものなんかが、まあ近所のスーパーにもあるもので、私はそれでやってます。そうするとまあ調理にも使えるし、シーズニングも使えるしということで、油を別々に用意する必要がないので、まあいいんではないかなというふうに思うんですよね。タコさん、なかなか難しいですけど、いい感じですね。これどうでしょう、ゆうじさん、よかったらコメントください。今日はこんな感じになりました。
ということで今回はここでお別れしたいと思います。久々に出た100均キャンプギアですね。本当に110円でしっかり使えるアルコールストーブ用の五徳ということでね、よかったら試してみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ねいいなと思った方は高評価ボタンをお願いします。あとチャンネル登録もよろしかったらお願いします。めっちゃ美味しそうやん。どうやって食べるのが正解なんかな。ここにこう足をつけながら食べる、多分それが正解じゃないかな。いただきます。めっちゃうまいわ。